はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんようございます。で今日もアウェイブの騎士団続きからやっていきたいと思います。で、まあ、前回というかセレンの脱出するってなってるんですけど、一応ね、我々は本拠地がちょっと待って危ねえ、敵方にね襲われまして、まあそれによってね、陥落してしまったという形であります。なんだっけ、あそこパラソンだよね。で、今回は、まあ、とりあえずね、敵の対象を倒すためにルナと協力してとりあえずセレンから脱出しようという形になってますね。はい、落ちました。というわけでギミックを解いていきたいなと。直接いけるんじゃないの、あっち。あ、いけるわ。なんだ、いけちゃうじゃねえか。もしかしてこれ、なんだ、下がった。あー、なるほどね。ついに宝箱だな。ラッキー、気づいてラッキーだった。違う、赤のエッセンスだけ、こっちじゃない。あ、なんか動かせるけど、これ帰る方だよね。帰る方でこっちから来たんだよな。そうだな、こっちから来てるから、ここで行っちゃうと戻っちゃうんだね。だからやっぱあっちでいいんだ。マナクリスタル満タンと見せかけておいて拾うと。で、あれを撃ち抜いて、違う、緑じゃなくて青で撃ち抜いて、これが時間制限があるから注意していきなよって話か。 OKOKOK。 で、体力クリスタルは満タン、それはありがたい。嫌な予感がする。敵がいる。これ絶対敵がいる。あっ、ああ、来た。ようこそようこそ。グラッシャーグラッシャー、ついでに上のやつなんとかしたいけど違うでしょ。なんで近くのやつを狙わないだよ。いしょよいしょ。あー、こっち来なよ。勝てば勝てないでさ、こっち来なよ。立って、この遠くから。後ろにもいた。おい、ふざけんなよ。近くでピョンピョンピョン飛び回るんじゃないよ。よし、あ、いるいる。そのさ、サイドステップ超嫌いなんですわな。おい、こっちやめろ。ふざけるんじゃないぞ。なんでこの近距離で撃ってるのに当たらないんだ。はい、パンチ。はい、こっち来て。はい、パンチ。どこ、うわ、出ねえな。もう横にサイドストップするじゃないよ。俺がゲーム遊んでやってるんだぞ、お前。何をやってるんだ、本当に。誰のおかげであいつらがここに存在できてると思ってるんだ。失礼しちまうぜ。このやつ破壊できんからダメと。さて、あとはさっき飛んでた経験値だな。経験値をどうにかするしかない。どこにいる？経験値飛んでたよな。飛んでましたよね。2体飛んでましたよね。あ、いたいた。青もいるから。で、緑も、赤もいるし。ちょっと、潰してから行くわ。待ってて。よし。青を潰して、次緑。よし、緑 OK。で、赤がそこに飛んでるから、え、どこにいる？なんかこの辺にあったよね。
よーし、赤も潰して300ゲット。さて、んじゃあギミック解いていきましょうか。まあ、とりあえずこいつを潰すことによってエッセンスをもらっていく。で、なんか打ち抜けるところは結構あったから打ち抜いていくんだけど、どこだ。この中には何もないか。あ、これ中に戻ってきただけか。じゃあもうとりあえずこの赤いやつでしょ。い赤いなー。あそこに青いのがある。はい、でこれでレーザー、あ、な、ちゃんと乗ってくれ、ちゃんと乗ってくれ。よし、でこれでレーダービームをぶち込めば OK か。ここじゃない、絶対場所違うわ。どっから撃てばいいんだ。上からかな。全然違う。ん、さらに上ってこと。いや、ここ、うん、違うな、反対側からかな。ああ、なんかこの辺臭いな。あ、でもなんかちょっと違う気がするな。うん、なんか違うな。こっちの方か、意外と。いや、これ結構だるいんですよね、いつも思うんですけど。これなんかあるかな。ちょっと上行くか。なんかすぐ、あー、なんかあった。これをぶち抜いてやって、はい、でだ、まあ上かな。おっと、ここからじゃまず届かない感じか。真下に見えるな。全然レーザー出ねえわ。そしたらどこから撃てばいいんだ。違いますね。これ自体が動くのかな。あー、なんかこれ動きそうだな。ここじゃなさそうだです。とりあえず上行って、このギミック動いたじゃない。だからこれでなんかすんのかな。すんげえ高速で回ってる。え、落としちゃった。あれ、帰れなくなった、もしかしてこれ。まあいいや、順番ってものがあるだろうから。おお、あ、これどこ行くんだ。これどこ行くんだ。全然あの道順が分かんねえんですけど、僕向こう側行けるとこあった。単純にあれか。あ、違う違う、いや、違う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 、で、違うで、こういうことじゃないで。飛んできて、で、こっち側が進行方、進行方向なんだよね。こうだな。で、あっち側か。あ、あー、ちょっと待って、なんてこと、なんてこと、なんてこと。あ、ここも、はい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 、あー、そういうことだ。なるほどね。 OKOK、 わかりました。あ、危ない危ない、取り逃してたわ。しっかり回収していく。ゴールド、青のエッセンスで上行って、
で、ここの、おっとっと、見えねえぞ。違う違う。緑のやつで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。飛んで、着地。トン、飛んで、着地、オッケー。で、開けると。こっからだったらレ、あのレーザー、ここでもないの？レーザー出てんけど、これ上行っちゃうよね。別なギミックなのあれって。ちょっと待って。ちょっと待って。これ、ここやらないと先進めねえだろ。さすがに。ダメか。あ、ちょっと待って。あそこにある。赤いやつがある。なるほど。あれか。あそこの、このギミックか。見逃してた。赤色をポンと押して。あ、これで大丈夫そうだな。よしよし、じゃあ下行こうか。これどっから行くの？よし、帰ってきた。んー、じゃあやろうか。そしたらこれ。ちょっと全然合ってなくね。ちょっと、角度全然合ってなくね。ここじゃねえってこと？狙い場所。また上から見下ろす系の形でビシッてやるってことか。どこだろう。角度探すのがまずめんどくせえんですよね、これ。こっち側からか。ここかな。あ、ここっぽい。ここっぽいわ。よし、来た来た。あ、そこが開く。あー、いただきましょうか。三石レジェンダリートーテム。トーテムってなんだっけ。トーテム、あ、あ、鍵。あ、そうだそうだ、これもレジェンダリーあるんだ。なんだこれ。三石ウントゥール、オスカール同盟なる中何かあるんだ。あ、あー、これだいぶ上がるわ。シールド破壊力もあるし、いいね。いいよ、よろしいですよ。だいぶパワーアップしてきてます。そしたらここクリアしちゃうか。ゲシュタルトのフェーン。ゲシュタルトのフェーン。いつもここ適当に流しちゃってるんだけど、なんか面白そうじゃない？ゲシュタルトでしょ？あの集合体ってことでしょ？なんか。集合、敵バトルじゃない？じゃないよな。敵だったらあのサクッと流しちゃうんだけど、敵がワンサワンサと湧いてくるやつだったらちょっと。ああ。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあやめようか。ああ！あれ？なんか脆くね？あ、おめえいんのか。違う。あわあわ。誰だよ、俺を殴ってきてるバカは。ちゃんと鎖投げなさい。ダメだ。面白くない。面白くない。この、ここのフェーン、すごく面白くないからやめます。もうね、やんなる。全然終わんないんだもん。次々出てくるしさ、クリアさせる気あんのかよっていうぐらいの、なんかちょっとやらしい感じを作りされてるんですが。というわけで先へ進みます。これ上に戻ればいいよな。とりあえず上一回戻りますわ。ちょっと待っててね。よいしょ。というわけで上到着。帰ってきたわー。じゃあ上行きましょうか。はい。ガチャポンと。さてと、そろそろボスなんじゃないかなと思うんだけど。ルナ、もうすぐエレベーターに着く。誤報を無効化したわ。少し待ってて。すぐに行くから。待ってた方がいいのかな、じゃあ。どこで待ってればいいのかな。待ってる感じじゃねえな。先進んだ方がいいんだな。検閲された手紙。侵略がほぼ1週間だった。この手紙が無事に届いているなら、我々の運送ラインはまだ問題なく使えると思ってくれ。ラシャン人は今まで以上に厳しく取り締まっている。我々の諜報員によると、モルベーンが占領地の監督役として赴くそうだ。彼が来るなら、懲戒処分、
省は間違いなく夜間の外出禁止令を出し、危機として懲罰を行うことだろう。時間が経つにつれて敵の資産を破壊するチャンスがなくなってきているという事実は肝に銘じておいてくれ。王様万歳。あ、これなんかあれかな、殺し屋の手紙かな、なんかいたよね、名前忘れちゃったけど、全然親しくなかったし全然親しくなかったし、わからんけど多分殺し屋だなきっとな。よし、じゃあこっち側かで上に行く。はいはい、左クリスタル満タンということは使っちゃおう。あらららららら、これボスだな。うん、ボスっていうかなんか雑魚的か、なるほど。よいしょ、 OK、 ちょっと待って、間違えた。よいしょ、殴って、よいしょ、 OK、 OK、 いや、シールドが、シールドが破壊でき、あ、シールド破壊した、 OK、君がシールドちょっと厄介だね。うう、で君を逃がさない、よいしょ。起き上がってる時全然ダメージ食らわないんだもんな、お前やるよな。え、簡単すぎる、んなバカな、そんなバカな話ある。いやマジで、あのフェインがちょっとやっぱ異常なんだな、難易度がさ体感3倍くらいある気がするんだけど。え、騎士団の残党か。あ、お主とやる時が来たか。モルベーン、いると思ってた。やはりお前は戻ってきたか。サンドラックの言った通りだったな。 あいつはどこだ。お前らを殺し、この場所を出て全てを傷跡に放り込む。誰も。私も飛べたわ。おお、戻ってきたね。あ、2対1。マジで？ぷよぷよさせとくか。シャッター、あーず、どこいた、あ、どこいた、あ、いたいた、ちょっと、とりあえずこれ火をぶつけていけば、ぶん殴る、またぶん殴る、痛くないな。おっと、近い、どこにいるの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 。僕の正解は地下にある。だけどこれ、え、こんなに、え、どこ行ってこいんの、ずるいだろそれ、背後にいるのはさ。僕は許さん、君を許さん。なんか瞬間移動した、瞬間移動できるのこいつ。あ、なんかすごい、え、どこにいるの、どこにいるの、どこにいるの、ねえ、あ、いやいやいや、まずさ、セレンがどこにいるかわからんとかね、そういうありさまなんですが、シャッターぶち込むと、ほんと、よいしょ、マナクリスタルがない、よいしょ、大丈夫、全然体力のやつもあるしさ、ここまで怖くねえぞ。オッケーじゃない、全然オッケーじゃない、よくよそっか、遠距離からな、なんだかんだ遠距離からが、あ、これやっぱ上のやつをなんか破壊しておけばいいのか、はい、よくよそっか、まあ、距離取ってチク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 かな今、めちゃめちゃ殴っちゃったけど、そういうことないんだ。よし、
っとだけぶん殴らせてもらって、すんごい火吐いてくるじゃん。体力、マナークリスタル、あーマナークリスタル、よいしょ、ね、ここ好きじゃない、オッケー、やめとこやめとこ、あんまり無理して無理して、はい、よしよし、ちょっとリムペ、ぽよぽよリムペ、ぽよぽよ、体力の回復のやつを回収していく、しっかり回収していく、回収していく、であと1個これも回収しちゃえば余裕ですね。よし OK、 よいしょ、よくやあーもうないや、弾がない、ちょっとちょっと、じゃあ体力レサーじゃなくて、あーそんなに強っ、ぶん殴るわ、ま、何やってんだよ、よくしたよ、俺の拳をくれ、俺の拳をくれ、くらってんのがわからん、あ、くらったわ、はぁモルペンの方のフラグファイヤー、よし覚悟しな、いや、え、ルナさん言うタイミングちょっと近くないか、倒す前に言ってくれな、かっこよく、は会話するわけじゃないの、あー行けって行くか会話するわけじゃないみたいな、行きましょうか、タイガーちゃんこ、あー脱出、ジャック、ねえあれを見て、何あれ、これはひどいな、傷跡の拡大を早めてる、サンドラックがこちら側に魔法を呼び込みすぎたせいで不安定化してるの、維持できるレベルじゃない、他人の魔法を止めながらじゃなおさら難しい、彼に罪の意識はないわ、むしろ苛立ってるはず、ペンタサードが彼を拒んでると勝手に思い込んで、時間を稼げる、みんなに魔法を返したんだ、本気なの、あの時と同じじゃないか、規模が違う、あなたは本気みたいだし、なんて言っていいか困るわ、グレイブゲートへのポータルを探して、ゼンダラや他の仲間と合流しよう、私は一緒に行かない、え、ゼンダラなら大丈夫だ、君が味方だということを説明するから、ジャックのこの言葉当てにならんからな、大体失敗するからな、そうじゃない、私はもう無理なの、みんなを裏切ったし、ラシャーンには帰れない、ルシウム人にも戻れない、もう戦うことに疲れたの、お願いだ、また俺を一人にしないでくれ、あなたが回復したら行くと決めてたの、頼む、そんなバカなことはやめて俺と来てくれ、ごめんなさい、ただ彼とは戦いたくないの、それでも戦わなきゃ、傷跡は広がってる、いつ手遅れになってもおかしくないんだ、私がいなくてもあなたがきっと止めてくれる、グレイブゲートに行ってゼンダラを見つけないと、ん？マダラ、高速のマーク、手稼いで魔法使いの状態になったが、壊すことに成功した。これでアベウム全土のマグナスの手稼いが超えたはずだ。マーコとしてサンドラックが高速石を使ってやったことを元に戻すことができる。これ状況は大きく変わる。ですね。はい。よし、もうグレイブゲートってこれどこだっけ？あ、これ聖に戻るってことか。セレンのポータルが開放。はい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 。まあ、セレンの、なんだっけ、フェーンだっけあれはまあ後回しでちょっとね頑張っていきましょうかね。というわけで先に話を進めていこう。とりあえず移動だね。あまたこれか。よし、じゃあまあとりあえず移動しますね。
暴れてる暴れてる。いやー、全然場所わかんなくて調べちゃったよ。あのね、一応西で、クレイブゲート要塞で、クレイブゲート要塞がわかんなくてさ、カルザスっていうところに来てるんですけど、ポータルのさ、ワープで見ると、行く場所がルシウムになってたのよ、ずーっと。ずーっとルシウムになってたの。目的地、あ、勘違いしてたわ。自分がいる場所がこの三角か。あー、なるほど。そう、ずっとルシウムうろうろしてたのよ、ここ。で、グレイビルとかクラウンズゲートとかこっちを探した。全然違うわ。カルザスだな。カルザ、あ、グレイブゲート、あー、グレイブゲートを、クラウンズゲートと間違ってたな。クラウンズゲート、この辺ずっとうろうろしててさ、めっちゃイライラしてた。で、あの、カルザス、今いるとこなんですけど、ここにあるらしいから、まあ、先進んでいきましょうか。やっと来たよ、もう。やっとだよ。全然わかんなかった。ずっと迷子だったわ。このまままっすぐ行って、多分こう行けばいいのかな？ちょっと全然場所わかんねえや。そのカルザスの溶接がどこを指してるかはまずわかんねえ。とりあえずこっち側？でいいのかな？あ、どっちだ？全然さ、あの、行き先をさ、示してくれねえからわからんのよね。なんか、行き先を教えてくれないか？あっち側行ってみるか。なんか、正解だったらいるでしょ？カルザス平原。あー、多分正解でしょ。これ敵いるし、敵がいるということは大体正解。あ、どこ行った？あー、いた、自爆した。自爆したな今。あとお前よ、お前殴る。よいしょ。殴れない。来たら、殴る。よいしょ。で、あとお前、そう。見たよ、君。よいしょ。おい。で、殴る。燃やす。殴る。燃やす。寄せて、殴れないね。緑、おっとおっとっとっ と, っと待って、おい、あ、殴、届かないのかい。よいしょ、殴る。おお、やるじゃん。すぐなんかよくわからんワープするやん。よいしょ、おい、オッケー。ふう、そこにこれだな。ここの先か。あ、違うな。とりあえず誤報は破れるから、パンチング。伝説のエッセンスだけか。あ、なんだ今。なんか変な音しなかった。あ、火ね。火に登ってるからダメだってことね。なんかまあ、このままこっちの方進んできゃいいんじゃないかな。あ、ここ誤報があるから、この先、怪しいな。となると左側でしょうかね。左側行って、誤報をぶち破って、先行くか。そうだね、上から入って、誤報のところがあるから、誤報をパンチングでぶち破って先行くか。そうしましょう。OK？ 大丈夫？大丈夫だな？お邪魔。あんな高いところに？どうやって行くんだろう？あー、あー、はい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 。あったな、これ。あったわ。こっちか。こういうことな。オッケーオッケー。で、あの、誤報の先にきっとみんながいると思う。てか、いてくれ。あれ？誤報消えちゃってんだけど。
あれ、殴るまでもなく消えちゃったんだけど、どういうこと？ブレメンのシュラドフェンはいいです。ん？宝箱。そうですね。あれ、これってもしかして今じゃなくてももっと前に来れたってこと？なるほど。まあいいや。あれ、そうすると、内側に向かっていくのかな。やべ、全然わからん。どれする？あの五本のやつって勝手に解除されるのか。これを上げて。よし。OK、OK。で、こっち側に乗っかって。意外とジャンプ力が低かったりする。する。する。あー、よしよしよし、届いた届いた。いやー、でもやっぱいけるとこじゃないな。カルサスのことで多分放棄された全焼基地、今が放棄された全焼基地か。この辺にやっぱいるんじゃねえかな。探索自体はしてあるんだよね。あー、こっちだー、全然違った、あぶねえ。マップ見といてよかったのね、いろいろこれぐるっと回ってきちゃったんだけど、どこにもいなくてさ、探したんだけど、これ最初のとこだったわ。これカルザス平原の入り口でバトルがあったとこ、ここね、さっき。で、ここのでっけえ扉の先がグレイブゲートだったわ。行ったことなかったんだこれ。あのさ、グレイブゲート行く道順ぐらい俺に明らかにしといてくれた方が良かったね。うわ、え、いんの？あのでかいの。マジかよ。ダメだろ、一緒にいちゃ。一緒にいちゃダメだろ、なあ。ちっちゃいの終わった？終わったな。あ、終わってないの？うう、待て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 。待て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 。一旦落ち着く。いやおめえだよ、おめえ。弓打ってんじゃねえよ。いくよ。こいつ、え、うん。こいつ戦うときは、マジでね、シャレにならんから。ほんとこいつシャレにならんのよ。シャレにならないのよ。よいしょ。こいつ。ああ、マジであのレーザーやだ。マジレーザーやだ。マジレーザーやだ。意味わかんないじゃん。よいしょ。スネにパンチ。スネにパンチ。スネちゃん、スネちゃんまでパンチ。はい。あのレーザーとかさ、終わらせられたら一番いいんだけど。よいしょ。よいしょ。OK。いや、強え。エクリプス。トーテム。はいはいはい。とりあえずこれで OK だ。いやー、全然今までいかにね頼り切ってたかと。呪文解除ダメージが増える。青クティ、まあまあまあこれでいいか。どうせそんな使わないしそんな使わないし、使いどころは難しいんじゃん。そしたらそこのレイラインで先進んだら大体終わりにしちゃおうかな、今日は。いやー、ほんと迷子、ほんと迷子、今日。迷子になってるだけで全然話進んでねえんだわ。これ、ここなんですよ、ここ。え、まあ、ここ行くようだね、先にね。あー、なるほど。シュラウドフェーンさんか。アーコンのフェーン。アーコン？6カメじゃねこれ。違うか。アスレチックだと助かります。アスレチックだと助かります。バトルだとちょっとしんどいんでやめたいです。あ、もう作りがバトルっぽいな。
あま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 あいいか。お前違う。とりあえず数を減らさないと話にならん。よいしょ。ジャンプしよう。なんでジャンプしないの。よし、クリアしちゃったぞ。いやー、きつ。さぞかしいものもらえるんだろうな。輝く体力石。まあまあ、ありがたいですけど、召喚の力も1、もうちょいであと2だな。あー、もう全然進まない。よし、帰ってきた。じゃあ、あとこのラインを辿っていってゴールまで行くと、今日は終わりにできると。そういうことでよろしいか。あ、よいしょと。あ、ちょっと待って。今、青色のあったな、光。あったよね。あったっすね。はい。はい。よし。あ、召喚力2だ。よし、パップしようか。よし、んじゃ、めちゃめちゃ攻められてる。グレイブゲート下に降りてゼンダラを見つけないと。めっちゃ攻められとる。ゼンダラを見つけないと、ということで今日はこの辺で終わりにいたしましょう。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまでの語り、私今夜お送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。道間違えた。あれ道間違えたか。いや、ちょっとあっちの、あそこにはあるわ。というわけで、また次回お会いいたしましょう。